どうも皆さんこんにちは、チャックマスです。本日はですね、アメリカン航空とワールドオブハイアット、ハイアットグループのホテルがですね、ステータスマッチを開始いたしましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、アメリカン航空とハイアットホテルのねステータスマッチということで、私の動画のチャンネル見ている方ね、そこまでハイアットのステータスね持っている方いないと思うんですけども、今回ねアメリカン航空とのステータスマッチということで、アメリカン航空はねワンワールドにね所属しているっていう風になりますんで、これでねステータスマッチできればワンワールドのエメラルドもねゲットできるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。ワンワールドのエメラルドね、ゲットしたら、JAL のね、ダイヤモンドプレミアラウンジとかね、ファーストクラスラウンジも利用することができるっていう風になりますんで、ハイアットホテルのね、ステータス保有されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずステータスマッチの詳細なんですけども、今回ですね、アメリカン航空とハイアットホテルのね、こちらステータスマッチで、ハイアットのステータスを持っている人はアメリカン航空のステータス、アメリカン航空のステータスを持っている人はハイアットのステータスがファーストトラックでね、利用できるみたいな、一応ね、相互でステータスマッチね、やっているっていう風になりますんで、まずハイアットのステータスを持っている方がアメリカン航空の方にね、ステータスマッチした場合ですね、期間がですね、2022年の12月の12日までにアメリカン航空とハイアットのねアカウントのリンクがね必要っていった形になります。サイトはね全部概要欄に載せておきますんで、そちらねチェックしていただければなと思うんですけども、またねこちらエントリーが必須っていう風になっておりまして、こちらのエントリー期限が12月の28日までっていう風になります。でこちらステータスマッチしてですね、ステータスマッチが維持できる期間なんですけども、最大ね1年間利用することができるんですけども、もうステータスマッチしただけで終わった場合は4ヶ月っていった形になります。でステータスマッチのね詳細なんですけども、ハイアットホテルのエクスプローリストを持っている方がステータスマッチをすると、アメリカン航空のプラチナステータスがね獲得することができます。でハイアットグループのグローバリストを持っている方はですね、アメリカン航空のプラチナプロステータスがね、獲得することができるっていった形になります。またですね、まあ利用する方ねほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、まあアメリカン航空のですね、まあ ANA でいうプレミアムポイントみたいな、まあこういったポイントを貯めていただければですね、最大ね1年間までステータスね維持することができます。ステータスマッチ後4ヶ月以内にですね、2万5000円ロイヤリティポイントを獲得した場合はですね、プラチナステータスがね維持することができて、4万2000ロイヤリティポイントを獲得した場合はプラチナプロステータスがね維持できて、6万7000ロイヤリティポイントを獲得した場合はエグゼクティブプラチナステータスがね獲得することができるっていった形になります。一応これはですね、通常の3分の1でね獲得することができるっていう風になりますんで、お得にはなりますけども、まあここまで利用する方はねいらっしゃらないかななんていう風に思うんですけども、まあグローバリストをね保有されている方は4ヶ月ねアメリカン航空のね上級会員になれるっていう風になりますんで、まあタイミングを見てね利用していただくのがいいのかななんていう風に思うんですけども、アメリカン航空のね上級会員になれればですね、アメリカン航空はワンワールドにね所属しているっていう風になりますんで、日本国内であれば JAL をね利用した時なんかにね活用ねできるっていった形になるんですよね。でアメリカン航空のねステータス制度はこういった形になっておりまして、 AA アドバンテージゴールド、プラチナ、プラチナプロ、プラ、エグゼクティブプラチナっていった形になっておりまして、ちょっとね皆さんの方から見づらいと思うんですけども、カードの上の方にですねワンワールドのマークがあって、その下にですね色がね書いてあると思うんですけども、まあゴールドであればクリスタルで、プラチナだったらサファイアで、プラチナプロ、エグゼクティブプラチナだったらエメラルドっていった形になりますんで、今回ねハイアットのエクスプローリストを持っている方だとアメリカン航空のプラチナステータスっていう風になりまして、グローバリストであればプラチナプロっていった形になります。ですのでエクスプローリストを持っている方はワンワールドのねサファイアがね獲得することができて、グローバリストを持っている方はエメラルドがね獲得することができるんですよね。まあサファイアであれば JAL でいう桜ラウンジとかもね利用することができますし、まあそれ以外にもですねワンワールドのねサファイアの特典は利用することができます。またねエメラルドになればですね、
JAL のダイヤモンドプレミアラウンジとかもね、利用することができますので、JAL のね、国内線利用した時であっても、軽食とかおにぎりとかね、利用することができますし、国際線であればですね、羽田空港の国際線であればですね、私がね、ファーストクラス、ね、こちらの動画で利用させていただいた、ファーストクラスラウンジとかもね、利用することができますんで、お寿司とかもね、いただけたり、またね、山崎とかね、希少、なんですか、入手が困難のね、ウイスキーとかも利用することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。ぜひね、ハイアットグループのステータス持っている方で、JAL のステータスね、持たれてない方はですね、ぜひね、チャレンジしてみていただければなと思います。それでは次に逆パターンですね。アメリカン航空のステータスを持っていて、ハイアットのステータスをね、持たれてない方はですね、こちらもやっておりまして、ステータスマッチをして、すぐね、ハイアットの上級会員になれるかっていうと、まあそういうわけではなくて、ファーストトラックということで、必要日数がね、少なく達成することができるっていった形になります。アメリカン航空のゴールド、プラチナ、プラチナプロ、エグジクティブプラチナの方はステータスマッチを行うと10泊でエクスプローリスト、20泊でグローバリストにね、チャレンジすることができます。で、このグローバリストだけですね、プラチナプロ、エグジクティブプラチナ、コンシェルジュキーメンバーのみっていう風になっておりまして、グローバリストはね、ゴールドの人はチャレンジできないっていった形になります。で、こちらですね、エントリー期間が11月の30日までということで、この動画出てるの29日なんで明日までっていう風になりますんで、まあ利用される方はまあ少ないと思うんですけども、明日までっていう風になりますんで、この点はねご注意ください。でエントリー後ね90日以内にこの必要日数ね、エクスプローリストだったら10泊、グローバリストだったら20泊っていう風になるわけなんですけども、90日以内にね消化しなきゃいけないのでかなり大変っていうのと、こちらねエントリーするとエントリーした時からですね、この90日のカウントがね始まっていくっていう風になりますんで、こちらね慎重にねエントリーしていただければなと思います。でステータス維持期間なんですけども、90日以内に10泊20泊ね達成していただくと2024年の2月までね利用することができるっていう風になりますんで、まあね達成する期間がありますんで、だいたい1年間ぐらいですかね、1年間ちょっと利用できるかな、まあそういった形になります。まあこちらのねアメリカン航空のステータスを持っている人がハイアットのねステータスマッチの方はね結構ハードルが高いですよね。まあというのも、このアメリカン航空っていうのは飛行機に全く乗らなくてもですね、こちらステータス獲得することができるんですよね。対象のねクレジットカードを発行できる方で、年間20万ドル決済していただければですね、エグゼクティブプラチナステータスっていうのが獲得できるんですよね。これがワンワールドのエメラルドになっておりますんで、ですんで年間20万ドルね決済できればワンワールドのエメラルドずっと維持できるんですよね。まあこれ20万ドルってだいたい2700万円ぐらいなんですけども、まあ決済を集めれる人であればですね、まあこういった形になっているんで、まあおそらく対象者が多いんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、ハードル結構高めですもんね。まあ私のあくまで予想にはなりますけども、多分これが関係してるんじゃないかななんていうふうに思っております。ということで今回ですね、アメリカン航空とハイアットグループのね、ステータスマッチ開始いたしましたということで、動画ね、撮らせていただいたわけなんですけども、いやー4ヶ月にはなりますけども、めちゃくちゃいいですよね。しかもこれね、ハイアットのステータスを持ってる人は、もう本当にポチポチするだけっていう風になりますんで、ステータス維持をね、伸ばしたいっていう人は飛行機乗んなきゃいけないんですけども、そうじゃなくてただ単に4ヶ月利用したい方は、本当にポチポチするだけで、こちらね、獲得することができてしまいますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。